小田急3100系電車、小田急3100系電車、小田急3100型電車は、1963年から2000年まで、小田急電鉄、小田急が運用していた特急用車両、ロマンスカーである。箱根方面への特急ロマンスカーの輸送力増強のために登場した特急車両で、小田急の特急車両では初めて全面展望席を設けた車両である。 ニュースーパーエクスプレス、略して、ムスという愛称が設定され、1964年には、鉄道ともの会より、ブルーリボン賞を授与された。1983年以降に、車両更新が行われたが、1996年以降は、トータが進められ、1999年7月には、イベント用車両、夢70に改装された一編成を除いて、廃車となり、 夢70も2000年4月に廃車された。小田急では、編成表記の際には、新宿より先頭車両の車両番号、新宿型の車号、両数という表記を使用しているため、本校もそれに習い、特定の編成を表記する際には、3181、11のように記する。また、初代三千型は、SE 車、本形式三千百型は、無車、七千型は、 ルス車、三万型は EE キシー車箱根登山鉄道箱根湯本駅へ乗り入れる特急列車については箱根特急と評する。1957年に箱根特急に SE 車が登場して以来特急ロマンスカーの利用者は増加を続けており週末には SE 車をすべてフル稼働してもなお輸送力不足の状態となっていた。 1959年以降は特急より安価に設定した料金を徴収する準特急を2300系2320型によって運行していたが小田急の車内では特急車のさらなる増備を求める声が上がるようになった1960年9月には箱根ロープウェイの全通によって箱根ゴールデンコースが形成されさらに箱根への観光客は増加した このため、1964年に東京オリンピックの開催を控えていることもあって、特急ロマンスカーの輸送力増強案が検討されることになった。この時、という三つの案があった。最終的には、特急車両は企業の看板であり、斬新さと華やかさで乗客に夢を与えるものでないといけないという考え方により、新型車両を製造することになった。 当初は三両連接車や五両連接車を製造し、これを複数連結した上で一つの編成とするという案もあった。この案に関連して、客室面積の減少や編成としての美観に問題があるため、運転台を着脱式にしたり、連接台車を中間で分割するという奇抜な案まで出ていたが、偽装や連結装置などに問題があるため採用はされなかった。 輸送力増強策としては一つの固定編成の方が優れていると考えられたことから、最終的には重量連接車とする案が提示され、折しも王の工場の建設が進められていたことから、逆に工場施設を重量連接車に合わせることになった。車両の設計についても重量連接車として開始されたが、軸重制限の関係から11両連接車に変更された。 編成長については、1964年から、急行の8両編成化が予定されていたことから、それに相当する、編成長140メートルで製造されることになった。また、SE 車は登場当時こそ、従来の車両から飛躍した性能や形態を有する、車両であったが、その後他の鉄道事業者でも斬新かつ豪華な、新型特急車両を登場させており、軽量化に徹した。 SE 社は営業部門からはやや貧弱とも見られていた。このため、新型車両では SE 車で実績を得た低重心、連接構造は踏襲しながら、安全、経済、デラックス、魅力、敵、高速という6項目を設計のスローガンとした。こうして登場したのが、ムス社である。本説では、登場当時の使用を基本として、 装備途上での変更点を個別に記述する。更新による変更については、遠隔で講述する。ムス社は11両連接の固定編成で、形式は、先頭車が制御電動車、中間車は電動車で、形式はいずれもでは3100系である。編成については、間末の編成表を参照のこと。なお、6両連接車としての運用も可能で、 この場合は1.23.45.11号車の6両か1.78.90.11号車の6両のいずれかとなるがこの場合は両側とも付随台車となる車両が出現する。先頭車は車体長 16,235mm 全長 16,465mm 中間車は車体長 12,000mm 全長 12,400mm で、車体幅は SE 車の 2,800mm から 2,900mm に拡大された。車体は側板、屋根板はそれぞれ 1.6mm、1.2mm の厚さの退色後半を、先頭部の腰板は厚さ 2.3mm の退色後半を採用した。車体断面は下部を、 半径 2500mm の緩いカーブで絞り込み、側面上部を4度の傾斜角で内傾させた形状とした。低重心化のため、SE 車と同様に、車体中央部を低床構造としたが、SE 車で設けられていた、側面下の短い大枠株多い、スカートについては、偽装や、守面で不利となることから不採用となった。先頭部の形状は運転室を2階に上げ、 最前部まで客室とした全面展望構造の流線型とした。これは1700形成像の頃にはすでに存在していた構想で、その後も特急車両の設計が行われるたびに検されたが、これまで実現に至らず、ムス車で初採用となったものである。この構造は乗客に眺房を楽しんでもらうという意図の他に、輸送力増強策の一つでもあるとされている。 先頭の形状は優美であると同時に力強さも感じられ乗車意欲を十分かき立てる魅力がある車両とすることを目指した。前面窓は当時製造が可能な最大寸法のものが採用され窓柱も細くして極力長望を妨げないようにした。衝突事故対策として正面越し部分には最大吸収エネルギー46トンマイメートルの油圧干渉器が設置され、 この付き当て座を全小灯及び微灯と一体化させた、デインとした。相性表示器は五角形のアクリル板を交換する、伝承式が採用された。これら全頭部形状については、模型や原寸大のモックアップを作成した上で、検討が重ねられた上で形状が決定された。また、1961年10月には、信号機の見通しに問題がないかどうかを確認するため、 歴戦11に仮設運転室を設けて信号機見通し試験を行っている。戦闘のスカートの内側には異常時に使用する格納式連結器、警敵、電子警報器、補助警報音を発する装置が装備されている。標識等は運転席倉下に設けられた。側面客用扉は各車両とも一箇所であるが SE 車と同様に 手動式の内開き度である。側面窓の配置は SE 社では 700mm 四方の一段上昇窓であったが、MS 社では幅 1600mm 高さ 750mm の固定窓を窓柱の幅を 340mm として配置した。ガラスは厚さ 5mm の熱線吸収ガラスが採用されている。 中間車の車端部の窓については幅を6 3 0ト、mm、ルとした。先頭車の連結面側車端部には5 0 0、mm、トル幅の乗務員扉を配置した。車両間の貫通路は1 2 0 0ト、mm、ル幅の広幅となっているが、通路は下部が絞り込まれた形状となっており、床面での貫通道幅は7 7 0ト、mm、ルとなっている。SE 車では、 貫通扉は全く設置されていなかったが、ムース社ではトイレ、洗面所の両側に片開きの自動扉を設けた。それ以外の箇所は SE 社と同様に開放的な雰囲気を出すことを狙い、貫通扉は設置されていない。連結面間のホロは SE 社と同様に内幌ホロと外ホロの二重構造とした。塗装デザインは SE 社と同様。 宮永武彦のデザインによるオレンジバーミリオンホワイトグレーの3色であるが塗り分けを一部変更した上で腰板部分に白線を入れることでスピード感を強調た。室内の配色については編成が長くなったことに伴って単調になるのを避けるため4号車、8号車に設置したトイレ、洗面所を境に客室内の色調を変化をつけることとした。 天井板の色調は1.23.90.11号車がライトブルーでそれ以外の車両がライラックとし、窓のカーテンは1.23.90.11号車が南ンド色、グリニッシュグレーでそれ以外の車両が金色とした。座席のモケットは1.23号車が金茶色、9.1011号車が赤紫色、それ以外の車両が早青色である。全車両とも側壁は ブロンドウォールナット、淡い木目調、つま壁は、ブラックウォールナット、濃い木目調の化粧板とし、床の色は、座席下が、ハイ色で、通路部分は、青色とした。天井は、展望席を除いて、面照明方式を採用した。天井の通路上部分が 650mm 幅で、光るもので、これは、ソフトな照明効果を意図したものである。設計には内蔵されている。 蛍光灯が見えないように、また明るすぎないように配慮した。荷物棚はステンレス製の角型パイプとポリカーボネートの組み合わせとした。展望席の照明はサークラインとした。座席は回転式、クロスシートを採用、シートピッチ 970mm で配置した。座席の回転方法は SE 社が座席下のペダルを踏み込んでから回転させる。 方式であったのに対して、背筋を後から押し込む方式に変更した。窓の下には、各座席ごとに引き出して使用する、折りたたみテーブルを設置した。3号車の新宿側車端部と9号車の小田原側車端部には、喫茶カウンター、売店を設置したが、SE 車と比べて、面積を拡大し、客室との間は、樹脂製の模様版で仕切った。喫茶カウンター、 売店の端部構造は1966年以降の造備車で一部変更されている。4号車の新宿側車端部と8号車の小田原側車端部には男女共用和式トイレ、男子雇用トイレ、化粧室を配置した。また、2320型で試験的に採用されていた貯留式汚物タンク方式を本格採用した。小田急では、 新宿と小田原を60分で結ぶという目標を設定していたが、1960年代に入ってから SE 社による高速試験を行った結果、小田急線内での速度向上においては、優れた曲線通過性能と上り勾配での速度を保つ必要があると判断された。そこで小田急では、1961年と1962年に、車体傾斜制御の試験を行った。 しかし、自然振り子車は問題が多く、また当時の技術では曲線侵入の検知が困難であったため、実用化は見送られた。しかし、これらの試験の成果の一部は、無視車の設計に反映されている。主電動機については、1トンあたりの出力を大きく取った上で、中、高速域での加速性能を極力高くし、曲線速度制限の多い区間で、 効率的な走行を可能とすることを狙って、出力 110kW、端子電圧 375V、定格回転数 2250rpm、最弱回自立35%の直流直巻電動機である東洋電気製造の TDK-807A 型を採用した。駆動装置は、中空軸平行、カルダン駆動方式、タワミータ継手方式で、 過数比は75、19イコール3.95とした。これにより、上り25パーミル勾配での均衡速度は、時速115キロメートルとなり、SE 車の上り25パーミル勾配均衡速度、時速90キロメートルと比較すると大幅に、向上した。また、平坦線均衡速度は、時速170キロメートルとなった。制御装置は、 SE 社に引き続き東京芝浦電機、東芝製となり、発電、そもそも即製道不電動カム軸式抵抗制御、装置である、MM、MM-15A 型を採用し、一編成で2台搭載した。SE 社では制御機1台で4機の電動機の制御を、行っていた、1C4M が、m ス社では制御機1台で8機の電動機の制御を、行う、方式、1C8M となり、 主回路接続は4機の電動機をすべて直列に接続したものを1回路として、これを2回路並列させた 4S2P ものとした。通常は2回路並列接続で抵抗制御と境時制御を行い、低速運転時には2回路を直列に接続 8S1P できるようにした。また、制御装置が1台故障した際には1台で16機の 電動機の制御を行う、1C16M ことも可能とした。制動装置、ブレーキについては、SE 車と同様の電空併用の HSC、D 型電磁直通ブレーキが採用されたが、MUS 社では電気制動を最大限に使用し、ブレーキハンドルの角度が浅いうちは、付随台車の規制動が動作しない仕様とした。また、空車走行時に発生するスキットを防止し、また、 乗車率に関かかわらず減速度を一定させるため、大荷重装置を設けた。指定工機は、自然通風式とした。基礎制動装置は、シングル式、片押し式とした。台車は、連接電動台車が、車輪計 860mm の FS346A。先頭電動台車が、車輪計 860mm の FS346 倍と、連接付随台車が、 車輪計 762mm の FS46 である。これらの台車はいずれも、住友金属工業製の民伝ドイツ式空気バネ台車であるが、小田急では民伝ドイツ式台車、空気バネ台車とも初の本格採用となった。曲線通過時の遠心力による、車体外径を抑制するためにアンチローリング装置を設置したが、これは前日の車体傾斜制御試験の成果が、 反映されたものである。編成中での台車の配置については、編成表を参照。空調装置については、低重心化のため床下に、ヒートポンプ式冷暖房装置を設置することになり、9000キロカロリー、H の能力を有する三菱電気設置マイナス40型を1両あたり2台搭載したほか、列車両端の展望室には4500キロカロリー、 エイジの能力を有する三菱電気製中マイナス20型を1台搭載した。空調装置からの送風は、倉下のダクトを通して、各座席のテーブル付近に設けられた吹き出し口に送られる。1966年のゾービー社からは、ヒートポンプ式の空調装置の採用を取りやめ、能力は同等ながら、冷房専用の装置に変更した。採用された。 冷房装置は三菱電気製 c u 二十二系。展望室専用の冷房装置は三菱電気製 c u 二十一系である。これと同時に吹き出し口の向きも一部変更された。座席下の暖房機は九百六十六年の造備車から能力を増強した。終電装置、パンタグラフは二号車、七号車の屋根上、新宿側車端部と五号車、 10号車の屋根上、小田原川車端部に設置した。補助電源装置は、出力69馬の CLG-326A 型電動発電機 MG を1.20.11号車に搭載した。電動空気圧縮機 CP については、ロータリー式の AR-1 型を1.48.11号車に搭載した。電動空気圧縮機については、 1966年の造備車からは AR-2 型に変更された。運転手が乗務する乗務員室、運転室は2階に上げた構造とした。座席定員制の特急車両であり、箱根特急では途中での乗務員交代がないので、運転席への出入り口として、運転席下にシャッターを置け、運転手が昇降する際には、アルミニウム合金製のはしごを使用し、 はしごを使用しないときは運転室内と客室に設けたはしご掛けに収納することとした。車掌が乗務する乗務員室、車掌室は先頭車の連結面寄りの片隅に設け、中間車からの前方視界を妨げないようにした。なお、工場の構内における入れ替え運転用に、客室際全部の着せないに簡易運転装置が組み込まれ、 ブレーキハンドル一本で立候補と制動の両方の操作ができるようにしたが、1966年の増ベ社以降は、この簡易運転台は廃止されている。補助警報音については、SE 社ではエンドレステープであったものを、MS 社ではトランジステ発信機に変更した。スピーカーは全面スカート内に収納された。1963年1月から2月にかけてに、 編成が入選し、同年3月14日には、試運転中に時速 130km の速度を記録したが、これは当時の小田急線内での最高速度記録である。同年3月16日から運用を開始したが、折しも前年の1962年には小田急百貨店が営業を開始しており、1963年の 夏には宣伝として、んすしを使用した箱根特急の車内で、水着ショーが開催され、話題を提供した。さらに2編成が増備され、SE 車とんすしゃは共に4編成ずつとなった。この年の11月ダイヤ改正からは、箱根特急は、完全30分ヘッドによる運行となり、同時に、新宿から小田原までの所要時間は62分にまで、スピードアップされた。 翌1964年には、鉄道ともの会より、ブルーリボン賞を授与された。この年の2月から3月にかけて、わずかな期間ながら6両連接で営業運転を行っている。しかし、低重心化のために採用した床下ヒートポンプ式空調装置は、人蓋によるフィルターの目詰まりと、振動によるガス漏れによるトラブルが続いた。この時点では、 屋根状に冷房装置を搭載する方式は、人愛・振動のいずれの面からも条件が良いことが判明していなかったため、この後に通勤車両の冷房化を行う際には、1968年から3年間の実用テストを行っている。その後、1966年から1967年3月までに3編成が増備され、箱根特急は、 検査時以外は、虫車だけで運用できるようになった。1966年には展望室の簡易運転台手挙と列車無線設置が行われた。さらに、1968年には、OMATS と信号円管の追設が行われた。虫車の製造数が7編成となったのは、当時目標として設定されていた。 新宿と小田原を60分での運行となった場合、1編成が折り返し時間を含めて1往復するのに、要する時間を180分と考え、30分間隔で運行した場合は6編成あれば足りることから、検査入場時の予備者を考慮して、全部で7編成必要という計算であった。しかし、通勤輸送の需要予測の誤りと、 それに伴う新宿駅の再度の大改良工事などの影響で1972年には二度のダイヤ改正が行われたが、これ以後特急の所要時間は新宿から小田原まで最速で69分にスピードダウンを余儀なくされた。この後しばらくは特急車両の心臓はなかった。百七十七年から百七十八年にかけて冷房能力向上のため、 冷房装置の増設が行われた。床下への追設は、スペース上無理だったので、冷房能力1500キロカロリー、H の三菱電気製 CU-193 型を各車両の屋根上に台ずつ増設した。冷房装置のダクトは、天井の面照明の両脇に設けた。また、補助電源装置も増設することになり、6号車消火に、 出力75区場の CLG-355 軽電動発電機 MGE を設置した。この冷房機増設によって低重心はいくらか損なわれた。また、車内のイメージチェンジのため1977年から1980年にかけて車内改装が行われた。それまで編成の中で3種類の色調があったものを編成全体で統一するもので、 座席表地はワインレッド一色となり、天井、カーテンの色も統一された。また、客室内通路にブルーグリーンのカーペットを敷いた。また、走行中に扉が開かないようにするための電動ロック装置を1978年から1983年にかけて全編成に設置した。1983年より床下機器の更新が開始された。 主要機器の経年劣化に対応するもので、主制魚器を MM-15A から MM-56A に交換、電動空気圧縮機は、レシプロ式低騒音タイプの C-2000L に変更した上で、搭載車両を1号車、3号車、11号車とした。また、OMATS 装置についても論理部に、カスタム LSI を使用しデジタル化された新型の、 機機に交換した。3 1 1 1四3 1 4 1 1 1 3 1 6 1 1 1 3 2 2 1 1. 1の4編成については王の工場でこれらの更新が行われたが、残る3編成については後日の車体修理時に同時試行となった。1980年にルス社が登場し、1983年までにルス社は4編成が製造されたが、 これによって特急車両の運用に余裕ができたことから1984年から1988年にかけて日本車両製造と横川製作所で運輸車の大修理が開始された外観上の変化は正面の相性表示器がアクリル板交換式から電動字幕式に変更され形状もホームベース型から長方形となり連接部の外フォロー。 ルス社と同様のウレタン新型と視点である。内装については、座席表地をルス社に準じたオレンジとイエローのツートーンとしたほか、化粧板は、木目調から川絞り模様に変更した。ただし、革倉庫の化粧板とテーブルについては、木目調に変更されている。天井は面照明方式から蛍光灯に、列調子方向に並べる配置に変更され、 冷風吹き出し口も長手方向のライン式に変更され、また、側面窓ガラスを強化服装ガラスに、運転席のガラスおぼう曇りガラスに変更した。また、売店の面積を拡大したため、3号車と9号車は、定員が36名から32名に減少した。このほか客室内仕切り扉の増設が行われている。 なお、座席の表地については、1987年の春行車からは、ダークレッドに変更されている。EE c 車が登場した1996年6月に31211の編成から廃車が開始されたが、翌1997年には316111の編成が、イベント車用、夢70として改装された。これは、 小田急の開業70周年を記念して、話題性と新しいサービスの提供を狙ったもので、その次の定期検査までの期限付きであった。夢70の外観はホワイトをベースに、レッドとダークブルーを配したもので、人の形や夢70の文字が入れられていた。また、レッドとダークブルーは編成の中央を境にパターンを逆転させいる。内装については、 宇宙空間をコンセプトとしたデザインに変更され、室内の腰板と幕板はダークブルー系メタリックとし、座席のモケットはダークブルーに木キと青を散りばめたデザインとし。また、先頭車は展望席以外の座席をすべて撤去した上でソファーを配置したラウンジスペースとした。展望席については従来の座席のままであるが、出入台よりの座席を一脚撤去し、 荷物置き場を設置した。夢七十は団体専用列車や臨時列車などに運用された。その後も夢七十以外の編成は EE キシー車に置き換えられる形で順次運用から外れて廃車された。1九9九年七月のダイヤ改正を前に運輸車の運用終了と廃車が決定したため、これに合わせて小田急はメモリアルロマンスカードをはじめとして三千百個限定の 腕時計、3100個限定のプラレールなどを発売した。運用終了に際し、1987年頃には、ほとんど鳴らす機会はなくなっていた。補助警報音が鳴らされるとともに、車体にはザ、ザラストランニングオダキュローマンスカー3100系と表記されたロゴも点された。運用終了を直前にした、同年7月11日には、事前招待制の さよなら総行会が、相模大野駅、唐木田駅間で運転された。同年7月16日、足柄パチ10号の運行をもって、ムス社の定期運用は終了した。この列車は、本来は、小田原駅新宿駅間のみの運行であったが、箱根湯本駅にてセレモニーを開催する関係から、この日に限り箱根湯本駅始発とされた。また、箱根湯本駅での式典において、 箱根町町より感謝状が授与された。1999年7月16日限りで、夢70以外のオンス社がすべて運用から外れた後も、夢70はしばらく残された。しかし、1999年7月17日のダイヤ改正から、通常の特急は、上校扱い同期にすべての扉を自扱いすることになったため、すべての扉が、 手動の夢70は団体列車以外に運用されることはほとんどなくなった。夢70は定期検査切れ直前の2000年4月23日にさよなら運転を行う上で廃車となり後に解体された。小田急では小田急ロマンスカー発の展望席設置車両として第7編成32211を6両編成に短縮の上北見検索にて 生体保存していたが、2017年10月18日、福福線が2018年3月に完成することによるダイヤ改正で計画中の通勤時間帯に増発する列車の収容や緊急時における車両の収容場所の確保のために、中間車両3両の解体を同年10月19日より随時行うことが発表されている。また、改正駅東口にある 改正駅前第二公園には三千百八十一号車が保存されているほか、東京都新宿区三英町にある新宿歴史博物館には、ムス社のロマンスシート及び扉、運転席が保存されている。車両自体が他の鉄道会社へ譲渡された例はないが、冷房装置が高松琴平電気鉄道六百0系電車に転用されたほか、座席が市端電気鉄道、 当時5000軽電車で使用されている。下記編成図は登場当時のものである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。